旬で彩る幸せご飯。今日はニラと豚肉の天ぷらを作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材はニラ。食欲をそそる香りとシャキッとした歯ごたえが心地よいですよね。栄養豊富で古くから薬用の食べ物として親しまれてきました。その歴史は万葉集に記されるほど古くから食べられてきた食材です。ニラを紅生姜や豚肉と一緒に天ぷらにしています。お好み焼きのような味わいですよ。調理時間はおおよそ20分です。では作っていきます。ニラは4センチ幅に切ります。豚肉は一口サイズに切り、酒、塩と合わせていきます。豚バラ肉が薄くて使いやすいですよ。ボウルにニラ、豚肉、紅生姜、片栗粉、卵、水を混ぜます。ここで紅生姜が入るんですね。紅生姜の爽やかな香りがアクセントになりますよ。170度の油でこんがりと揚げていきます。ニラと豚肉は相性がいいそうですね。ニラと豚肉を合わせることでこの時期の疲労回復の効果が期待できます。ニラは香りの強い食材なので揚げ物にしてもその風味を存分に楽しめます。いい色に揚がってきました。これでニラと豚肉の天ぷらの完成。ニラと紅生姜の風味がアクセントになり、ちょっと大人の天ぷらに。衣のサクサク感とニラのシャキシャキ感で食感も楽しい一品です。ニラで彩る幸せご飯、ぜひお試しください。